オーストラリア戦でロシアのワールドカップ出場が決まりました。皆さんのご出演心から感謝します。そして明日、投票が終わった後、皆さんのご支援を心から感謝しますという結果になりますよう、皆さんのご支援を心からお願いいたします。ちょっとだけね、1分ぐらいサッカーの話させて。ともかくね、この前ハリルホッチ、オーストラリアに本当にギリギリ勝って、あれ負けてたらもうほとんど危なかったんですよ。でハリルホッチが唯一良かったのは井手口の若手を使って、あの井手口が見事な2点目のシュートが決まったことで、あの試合は決まりました。で井手口は皆さん、あの中田英とよく顔を似てるっていうのはご存知ですか。で21歳、中田英は21歳の時にフランスのワールドカップに出て、そして25歳、29歳とワールドカップに3回出てます。多分井手口は今回世界に名を打って、21歳からすぐワールドカップに出た後、ヨーロッパあたりから引っ張られると思いますね。だから彼の活躍を、皆さん彼の成長をぜひ期待していてください。そういった意味では3期必ずやることが成功に結びつく、永田英を見てると、そういうことから言うと、やっぱりどうしても、3期この師匠に、竹山師匠にやってもらわなきゃならない。よろしくお願いします。4期目は僕が出ます。